道歌劇団0931オークサイ夢組トップの銀河優と、同じく夢組トップの甲賀美鈴です。いや楽しい読み物だったな。ああ、ラグコープ総選挙。ああ、ここはね字が大きいから見えるのよ。あとはほとんど見えない。こうすれば見える。あれ今日何やるんだっけ。今日は試食をしていただきます。ああ、わかりました。じゃあよろしくお願いします。ありがとう。あなた誰。コープ札幌広報の森と申します。あ、森さんよろしくね。よろしく、はい。薄くなった断蜜みたいな感じだな。薄くなった断蜜悪くない。ああ、はい、うん、ありがとうございます。はい、では今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、うん、ラブコープ商品の中から、3品を用意しております。その商品を使ってですね、あの2人の料理研究家の能登さんと小倉愛子さんに、うん、貴族の食卓ということをテーマに1品ずつご用意いただいております。大丈夫か。貴族の食卓なんか分かるのか。想像して作ったんじゃないのか。あとどちらがより貴族の食卓に合う一品か、お手元にある札を上げていただいて決めていただければと思っております、はい。で、意見が分かれた場合は貴族じゃんけんで。はい、分かりました。はい、あの貴族じゃんけんでいいんですね。1品目はですね、北海道産のすり身 100% プリプリの蜂蜜入りちくわでございます。それでは能登さんお願いします。銀食器じゃないのか。すみません。あ、でもおしゃれな食器を。あ、そうだね、箸は銀。はい、こちらサクッとチーチクになっております。ちくわにクリームチーズとめんつゆを混ぜたものをあえまして、青のりと天かすを混ぜております。サクサクした食感とちくわのプリプリした食感が合うと思います。あくまでもあれだよ、貴族の食卓に合うかどうかだから、ね。今ちょっと居酒屋に来てるような気分になってしまった。これこぼれたのどうしたらいいの。お前もうこぼしたのか。はい、能登さん始まった。皿が小さすぎます。あ、普段ナイフとフォークだからな。仕方ないんだよ。能登さん拾ってください。私もちょっと青のりが。じゃあいただきますよ。いただきます。もう実食。緊張するなこれ。次はもうこぼしちゃいけない。うん、うん、あ、ものすごい青のりの香りと、これ揚げ玉か。揚げ玉。食感がサクサクしてうまい。チーズがいい。ああ、チーズ入ってるよね。うん、うん、豪華な感じがする。いいね、これ最初に他のものたちのこうざわめきが聞こえてきて、うん、最終的には主役のセリフで終わるみたいなね。うまいことやな。いいだろう。やっぱり銀河最高だ。スーパーちゃんと大きく流しといてね。おつまみでもいいな、うん、ワインにも合うぞこれ。あとパンに挟んで食べても美味しそうだな。うん、そうか、パンに挟んでも美味しい。すまない、能登さん。能登さん、ね、やっぱり皿が小さいと思います。能登さんね、味はねすごくいい。ただね、皿が減点です、うん。はい、次。あ、これはこれは愛子先生じゃないですか。お元気でしたか。はい、はい、ご無沙汰していました。ゴールドのフォーク。ああ、これは意識して持ってきてくれたのか。そうですね、かなり意識してますね、私たちのこと。愛子先生、私たちね白手袋をしてるので、レモン絞ってください。あげたのか。上がらさってるのか。上がらさってます。めちゃくちゃ上がらさってる。上がらさってます。お前ちょっと今褒められたからって何回も何回も。ああ、上がらさってる、上がらさってる。はい、はい、こちらはですね、コープのちくわで、フィッシュ&チップスってイギリスの、ね、国民食なんですけど、うん、衣にビールが入ってまして、そのおかげであのサクッと磯辺揚げの貴族版。貴族版、一応英国貴族風。あ、あの、ね、言葉ばっかり貴族貴族って使って選ばれると思うなよ。イギリス人はフィッシュ&チップスだっけ、うん、よく食べる。知らない。私も知らない。いただきます。もう、なんだこれ、サクサクだ。なんだ、衣がそうさせてるのか、上がらさったからそうなったのかわからないが、ちくわのこの甘みっていうのがより際立ってる。これはイギリス人も。え、これビールを混ぜたからこんだけサクッと上がる。そうです、ビールと粉だけです。ね、うん、
ね、うん、ケチャップつけるだろう。つけた。そうするとケチャップつけるとまた中の甘みと絡み合っていいのよ、バランスが。お前ケチャップつけたの。ケチャップつけた。なんだ。いや、素材そのものを味わってもよ。いや、ケチャップつけたよ。ケチャップつけなさいよ、ほら。ケチャップつけなさいって、ほら。あ、ケチャップいいから、ほら。おお。早い。今何にもした感じてなかったよ。いや、感じてる。これはアフタヌーンティーでいただいてもいいな。うん、ちょっといいか。どうした。誤変した。もう年だからな。結構むせるんだ。よくね、むせちゃうんだよ。何そういうこと。YouTube 見てる人に言ってみた。ああ。いや、あるよきっと。あるあるっつってるか。それでは早速ですが。あ、決めんの？はい。難しいなこれ。どっちも美味しかったな。愛子先生、のと先生、恨みっこなしですよ。はい。こちらです。愛子先生、あの食器で買ったかな。食器がちょっと大きめだったっていう。あ、まあ、料理は全然いいよ、うん、食器なんだよな。うん、今回は愛子先生で決まり。はい。